はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今回は、まあ、サムネとタイトルにもある通り、前回お伝えした割り勘で1万円もらえちゃうキャンペーンということで、PayPayの新機能割り勘について解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思うんですけども、まず新機能割り勘ということで、アプリを開いてまず1番目の画面の割り勘というところが、アプリをアップデートしたらこの画面が出てるので、早速1番の割り勘をします。で、次に2番、下の方に割り勘を作成するというところがあるので、ここの割り勘を作成するをタップします。で、切り替わったら3番。まあ、ここにタイトル作成というふうにあるんですけども、今書いてるのは新入社員歓迎会二次会ということであるんですが、まあ、こちらはもうその割り勘をするときのグループ名になるので、まあ、今回はこの新入社員歓迎会二次会ということでグループ名を作ります。で、これを作ったら次へを押して割り勘の金額を入力します。まあ、一人当たりの基本額を入力ということなので、まあ、ちょっと4000円ってちょっと高めですけども、まあ、これちょっとホームページにあったものなので、まあ、4000円っていう風にタップをします。で、そうすると5番目、メンバーを追加ということで、ここで割り勘のするためのメンバーを作成します。もう自分自身は入ってるので、そこからメンバーを追加するというところで5番のメンバーを追加するを押します。で、そしたら6番の画面に切り替わります。で、ここで、上か下かどちらかを選んでください。PayPay ID、もしくは電話番号で検索をして、相手に送るのか、もしくは QR コードをこちらから読み取って、追加をするのかというところで選びます。で、画面が切り替わって、まずどちらかを選んでいただいて、7番に変わったらですね、PayPay ID、電話番号の場合は、宛先の電話番号やもしくは PayPay ID を入力したら、ここで検索をかけることができます。もしくは先ほどの、友達の QR コードを読み取るというところを押していただいたら7番の QR コードの場合というところに切り替わるようになっておりますので、まあ、どちらかを選んでいただいたらもう次に進むことができますので選んでみてください。で、そしたら、9番、相手の支払額を調整というふうに出てるんですが、ここですね、まあ、請求額を入力してくださいということで、まあもう大体皆さん同じ金額で大丈夫なので、まあ今回4000円で、最初の人が設定したので、まあ4000円というふうに入力をします。で、そしてまたメンバーを追加というふうにしていくと、10番の画面のようになります。メンバーを追加していくと、1人当たりの金額と合計の金額が10番で出てくるので、それが全部決まって相手に追加し、相手を追加することができたら割り勘の内容を決定するというところを10番のところで押してください。そうすると、相手の方にですね、11番、支払うというところが出てくるので、この支払うというところが出たら、相手の方はこれで OK です。で、割り勘のグループを作成した人の画面としたら12番の画面になります。まあ、今回は12000円、完了まであと2人とか3人中とか書いてるので、今右下の、まあ、赤矢印のところを見ていただくと分かるように、払ったらゲージが上がってたりとか金額が上がっていくので、ここを見ていただければ、まあ、実際に割り勘ができてるのかどうかっていうのを確認することができます。で、やり方としたら以上となります。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はPayPayの割り勘についてお話をさせていただきました。で、割り勘のサービスについては前回の動画でもお話をしているので、そちらで確認したい方は概要欄にもその関連する動画を貼ってるので、ご確認をお願いいたします。ということで、本日の動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、そして高評価、あとTwitterのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。